はい、どうもこんにちは。で、今日はですね、新卒2年目になって、ぶっちゃけ成長したのかみたいなところをメインにお話できたらなと思います。はい。で、とりあえずね、4月中旬ぐらいに今撮ってるんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。新卒1年目の人はまだ入社して間もない頃かなと思うんですけれども、めちゃめちゃ飲み会とか多くないですか。僕去年の今頃とか、マジで同期がメインだと思うんですけども、なんか毎日のように、それは持ったんですけど、めっちゃ飲み行ってたなというふうに思います。はい。最初はさ、やっぱり研修期間が一定続くので、あんまり会社の先輩と関わる機会ってない人が多いと思うんですけど、僕もそれで、大体僕の場合は、僕が入った会社は3週間ぐらいかな、全体で研修があって、そこからなんか職種に分かれて研修、また別途入っていくみたいな感じだったんですけど、まだ3週間も経ってないぐらいなんで、まだね、いろいろもう基本的には同期と一緒になんか仕事をするっていうか、仕事でもないか、研修をするみたいな感じだと思うんで、はい、仲良くなっておりますでしょうか。マジでここのスタートダッシュって割と大事かなと思ってまして、僕もここでそこの研修期間とかで仲良くなった同期とかが、まあ今でも2年目に入っても結構関係が続いてるというか、そういう人が多いと思うので、いや結構大切にした方がいいなというふうに思いましたね。はい。まあ、とはいえ、飲み行ってばっかだとマジでね、仕事面でスタートダッシュがめちゃめちゃ出遅れるっていうリスクもあると思うので、そこはしっかりバランス取りながらやった方がいいんじゃないかなと思います。はい。ですね。いろんな誘惑が多い季節だと思うんですけど、はい、でも新卒1年目の子はマジであれですよね、ここ3ヶ月ぐらい、向こう2ヶ月ぐらいもなんかめっちゃ飲み会いっぱいなんか毎週末入るんやろうなって思います。ほら、配属先の先輩とかがさ、ほらね、研修終わったら配属があると思うんですけど、配属先の先輩とかがこう飲みの場を設けてくれて一緒に行こうみたいなね感じでいろいろあると思うんで、はい、ね、大手の企業の人とかだともっと長いんかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、そんな感じです。はい。で、すいません、早速本題なんですけど、タイトルにもある通りですね、その1年経ってみてね、僕2年目に入ったんで、ぶっちゃけ成長したのかみたいなところは、はい、ちょっと自分の振り返りも兼ねてなんか話したいなと思ってます。はい。で、結論から言うと、やっぱり普通に当たり前に成長したかなとは思ってます。はい。で、どんなところが成長したのかなっていうのをお話ししたいんですけど、まずシンプルに営業ができるようになったっていうのは、すいません、具体的な話で申し訳ないんですけど、これは結構大きいかなと思います。はい。僕はビジネス、いわゆる技術職とかじゃなくて総合職みたいな感じで採用されてるので、基本的に営業として配属、まあ、キャリアをスタートしたんですよね。はい。で、僕もちろん営業未経験だったんで、かつ法人さんへの営業なんですよね。会社対会社の営業なので、なんかピンポンしてその個人のお客さんに訪問して売るみたいな感じではないんですけど、そういうのももちろん、だから大学生の時にやってなかったり、インターンとかやってなかったんで、そういうね、法人営業みたいなところは、マジで初めてどうしたらいいか分かんないみたいな状態からスタートしたんですよね。で、僕の場合、多分6月ぐらいに配属された気がしてて、そっから、いろいろ、なんていうの、営業の研修とかいろいろ受けて、もう、ね、結構すぐですね、2週間経たないぐらいでもう独り立ちを目指すみたいな感じの、なんかめちゃめちゃスピード感あったんですけど、僕が配属されたところはね。はい。で、もう大丈夫なのかこんな、なんか短い研修でと思ったんですけど、まあ、いざ現場に立ってみないとこう分かんないことも多いということで、はい、行ってこいみたいな感じで、はい、やりましたね。はい。でも実は結構そこはなんかスムーズだったかなと思います。はい。意外と先輩とかもいろいろ教えてくれたりして、なんか営業どうやってスタート、なんだろう、どういう感じでお客さんと話すのかとか、クロージングはどうするのかとか、クロージングに向けて、なんか社内での調整とかどうするのかみたいなところも含めて、ちょっとずつこう覚えていったっていう感じですね。はい。で、今、まあ、営業ね、6月配属なんで、
どんぐらいだ今。まだ1年経ってないぐらいですか。10ヶ月ぐらい多分経った状態なんですけども、マジでね、その一なんか営業パーソンとしてはだいぶできることは増えたのかなっていうふうに思います。はい、なので本当に、うん、そこはすごく成長できたかなっていうふうに思いますね。はい、でちょっと思ったのが、その中でもちろん成長はしたんですけども、やっぱりさ、全然なんか自分の思い描いていたところとは違う部分が伸びたとか、なんだろう、本当はもっとここ伸ばしたかったけど、このスキル全然伸びてないやんみたいなところは個人的にもあってですね、そこはめちゃめちゃ気をつけた方がいいなっていうふうに1年経ってみて思いましたね。はい、例えばで言うと、僕の場合はですよ、僕の場合はなんか資料作成スキルみたいなところがあんまり思ったより伸びんかったなっていうふうに思ってまして、はい、というのもやっぱり何やろ、他の人がすでにこう用意してくれた資料とかを使ってお客さんに提案するとか、そういう場面が多くて、めちゃめちゃ毎回こう資料カスタマイズして何やろ、お客さんに持っていくっていうことがやっぱり少なかったんですよね。本当に日々こう口は上手くなったと思うんですけど、なんかいろんなこう特殊なオーダーが入った時にそれをうまくこう資料化して提案していくみたいなところは、なんかこれからマジで身につけておかなきゃいけないなっていうふうに思いましたね。はい、ただそれはなんとかね、いろいろ会社とは別になんか自分でさ、そういう資料作成のスキル上げようみたいな感じで独学でこうやってたりもしたんで、最近ちょっとね、ちょっと伸びてきたなみたいなのもあるんですけど、そういう風にしてなんか会社では多分会社の普段が自分がやってる業務だけやっててもなんかこれ伸びないなって思ったやつは、ちょっと自分の他のプライベートの時間とか使ってうまくやんないと、なかなかここは自分が全て思い描いた通りには進むことはちょっと難しいんじゃないかなっていうのは結構思いましたね。はい、それはめちゃめちゃ反省ポイントでした。はい、うん、ただやっぱり僕が配属された部署は、まあ、割とそうですね、多分一般的に見たら結構その任せてくれる方なのかなとは、うん、裁量もこう与えられてやらせてくれる方なのかなとは思ってるんですけども、もっとなんか何やろ、成長できそうなところ、成長とか言ってなんか意識高い系みたいになってるんですけど、全然そんなことなくて、ちょっととりあえずね、なんかできること増えたら嬉しいじゃないですか。だからそういう感じでなんかもっとなんか任せてくれるところにいろいろ配属されると、もっともっとなんか刺激的な毎日が送れて楽しいんじゃないかなと思いました。はいね、まあ、人にもよるんですけど、毎日毎日多分全く同じ作業をさ、単純作業みたいな誰でもできるようなやつをずっとやってたら結構病んでくると思うんですよね。それはそれでもちろん多分楽は楽だと思うんですよ。でもなんか成長実感とかないし、そうだから、そこは結構配属される部署とか、なんか大きい会社になればなるほど、まあ、配属ガチャとか、まあ、上司ガチャとかいろいろあると思うんですけど、全然任せてくれないところに配属されるとか、ね、年功序列 であと上司がなんかめっちゃ適当な人でって言ったらあれやな、何やろ、相性が合わなかったりとか、あんまりこう仕事振ってくれないみたいな、こう上司に当たると結構やばいんかなっていうふうには思いました。はい、だから自分が身を置く環境もすごく、うん、大切なんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、ただまあ一応1年経っていろいろ、はい、分かったことも多かったんで、皆さんいろいろそういうのを踏まえてですね、なんか自分がなんかどうなりたいのかなみたいなところふわっとでもあるといいかなと、それに向かって何が必要なのかとかを日々やっていって、それに足りないところはちょっとね、自分の時間も削ってやってみるとかっていうのは結構よろしいんじゃないかなと思いました。はい、ということで、はい、皆さん安心して社会人生活を過ごしていただければなと思います。はい、めちゃめちゃ応援しています。はい、あとはもうめちゃめちゃよく言うんですけど、これもね、おっさんがよく言うことだと思うんですけども、やっぱりこうプライベートもしっかり楽しんだ方がいいなと思いましたね。やっぱり僕はあんま飲み会行かないキャラみたいになっちゃってるんですけど、でもなんかあんまり人との関わり立ちすぎると、何やろ、困った時シンプルに助けてくれる人少なくなると思うんですよね。
はい、だからめちゃめちゃなんか広く浅くなんか仲良くなれっていうのはあんまりお勧めしたいんですけど、全然それはそれであんまり良くないなと思ってて、すごくなんか大切な人、仲良さげな人をもう一人でも二人でもいいんで作って、その人とはもう定期的にしっかり会って、はい、仲良くなる、うん、っていうのは結構大事なんじゃないかなと思いました。はい、という感じで、はい、そうですね。なのでいろいろちょっと2年目に入ってちょっと感じたところは随時お伝えできたらなと思います。はい、今ですね、前回の動画でもお話したと思うんですけど、僕引っ越しをしますんで、ちょっとその準備中でして、今、はい、バタバタしてるんですけども、引っ越しの準備も進めていって、はい、ゴールデンウィークを迎えたいなと思います。はい、じゃあ皆さん、とりあえず、はい、新卒1年目の人は社会人生活楽しんでください。はい、僕も頑張ります。じゃあとりあえず最後までご視聴いただきありがとうございました。本日は以上になります。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またね。